はい、最強ブログ道場の、メンバーの皆さん、明けましておめでとうございます。ブログ社メタバースのマサです。今年の正月はどうでしょう、皆さん。僕はね、余計なことばっかりやって、でも、いろんなものを覚えましたね。余計なことって何かというと、PHP プログラムとか、JavaScript をね、気になってしまって、ついついやってしまうんですね。で、僕はそういうプログラミングっていうのは全然知りませんので、どうするかというと、通常だったら本読んで買ったり、読んだり、勉強したりとか、ありますよね。僕は全部 Google で調べたんですね。Google で、こういう時にこう動く JavaScript のあれば何とか、PHP はこういう時にこう動く PHP は何とか、そういうのしない、調べながら、全部 Google やったんですけど、これはいいとは言えないですね。いいとは言えませんけれども、検索のプロですよね、僕たちって。アフリーターですからね。みんなが検索してくる言葉を用意して待ってるのがアフリーターですよね。事前に用意しておく。ということですね。だから、検索するときもプロでなきゃいけないんですね。で、そうなると、何も知らない PHP にしても、JavaScript のさ、プログラミングって何よという世代です。僕に言わせればね。もともと土木とかね、体力系の仕事とかやってた人ですから。はっきり言ってわかんないですね。ちんぷんかんぷんですね。ちんちんぷんぷんですね。で、中で、自分の興味ある、プログラミングとかも、Google で検索すれば、動いちゃうわけですよ。この時に、こういうものを呼び出したいんだ。そのコードは何？この聞き方なんですね。Google 様に、どういうふうに聞くかですよね。これ何を言いたいかというと、アフレート報酬をいかに上げるかということです。例えば、皆さんいろんなキーワードで上位表示になってると思うんですね。例えば商品名。その商品名を検索する人が本当に覚えてるかどうか。っていうのはありますね。イメージが分かって、バックで欲しいものは分かってる。じゃあ、何が欲しいの？ビビの何月号に載ってた、誰々がつけたピンクのバッグが欲しいと。これはキーワードなんです、逆に言うと。で、それが複合キーワード、重要性ですね。名前でちゃんと調べてくる人というのはメモしてるか、もしくは、事前にある程度の、知識がある人。なので、ちょっと微妙ですね。ただし、例えば、ビビや、ね、あーんで、何月号で誰々がつけてたあのバッグの何色が欲しいってのは何色？そういう検索する人って購買意欲高いさ。だから雑誌を利用してくださいっていうのはそういうことですね。この、今年ですね、僕思うんですけど、あちこちの塾がね、アドセンス塾、みんなぶっ飛んでますね。ID ぶっ飛びで。ね、これからどん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 入っていきます。物販の方に。流入していきますね。彼らは何かで稼ごうと思いますから。で、実際にアドセンス塾の塾長が、これからは物販で稼ぎましょうと言ってます。そういうふうに切り替えるわけで。アドセンス塾の塾長がそういうふうに言ってます。ということはどうなるかというと、余計にライバル増えるわけですね。今のうちに、実力をね、身につけていただく
たいと思います。本当に。今のうちっていうのはもう3ヶ月以内ですね。これできなかったら、もうしょうがないですよ。あの、イナゴの大群に巻き込まれますから。これはあなたが悪い。わかりますか？もう来ることがわかってるんですね。そういう、この不況で、皆さん職を失ってます。でも、人間食べていかなきゃいけません。どん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 溢れては増えます。あなたは同じとこに立ってちゃいけないんですね、その時に。一歩上に立ってなきゃいけないんですね。一歩上で、例えば、その人たちに教えられる立場ぐらいに立ってなきゃいけないということですね。そうすると、どん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 お金になります。ちょっと考えて、本気でやってみ、取り組んでみてくださいね。ちょっと新年の挨拶にしては重いかな。でも本気ですよ。これは本当、もう皆さんのこと心配してるっていうか、あと3ヶ月以内に、できない人は多分ダメだと思います。で、最強ブロガーフェッド上4期生募集するかどうかは、ちょっとわかりません。まだわかりません。はっきり言って僕の道場以外で稼いでるって聞いたことないですから。だから、逆に潰される可能性も高いな。潰されるというか、だから、流入してきたら、責任取るのも大変だな、ってあるわけですね。流入してこなきゃ、もう、一人勝ちですよね、僕らの。好きなキーワードで取れるわけですから、上位取られて。ですよね。だってそれは報酬がいくらでも何でも好きなものを取れるわけです。その技術を身につけるための道場ですからね。まだ自分で上位表示できてない人、納得した報酬が得られてない人、これはね、考えてください。考えてくださいね、ちゃんとしっかりで何度も言いますけれども、一人で考えたって分かんないんですからね。コーチに聞いた方がいい。コーチ誰ですか？私ですよね。聞いた方がいいっすよ。まずはそこで自分を伸ばしていきましょう。まあそんな感じで、3期生の方もね含めて、ぜひまだ今年もよろしくお願いします。で皆さんね、大成功ではなくて着実な成功を、祈ってます。でそのために何が必要だったらいつでも声をかけてください。はい。ではまあちょっと新年の挨拶にしてはしょぼいですけれども、ブローシャンメタバスのマサでした。はい、します。